ちは。ご視聴ありがとうございます。ガンスミスバトングロック17ジェネレーション5 CO2 内蔵型ガスプロバックガスガンを紹介します。グロックの正式ライセンス商品 JSG と。2024年5月にこの動画を撮影します。これだから多分ね、動作チェック用かなんかで多分 CO2 入れてあるんだと思います。本来はセットされてないですね。修理保証書と使用説明書、トリガーセーフティーがさらに動くんですね。これが安全装置と、プレートが4種類ついているんですね。まあ、ついているのはシーモア、ドクター、トリジコンとリューポルド。全長は約20センチ、重量は CO2 ボンベや弾が入っていない状態で 657g でした。マガジンは 280g、 ちょっと重めですかね。相談数は24発弾入りました。外装当然樹脂で、スライドとフレーム仕上げとかね、あんまりどちらもちょっとつや消しな感じですかね。横からの前でインナーバレルがちょっと見えますが、分かりづらいですね。ショートリコイルしてます。上からのサイト見ます。フロントサイトちょっと大きめ、ホワイトがもうめっちゃでかいですね。リアサイト、こちらもなんか Gen5 広めなんですかね。サイトピクチャーはこんな感じですかね。スライド引いてみましょうか。割と重めですかね。はい、後ろ遊びも十分。でマガジン抜いてスライド引けばスライド前進。やっぱスプリング強めかも。スライドストップ下げるとちょっと重め、スライドが前進。刻印、スライド左にグロック17 Gen5、 チェンバーにも 9×19 の刻印。スライド右側、チェンバーとスライドに数字とグロックの刻印。アンダーレールのところにシリアルですとか JSG とか刻印が見えます。ネジ2本外すとこんな感じ。お、プレート4つ、どれもなんか金属でしっかりしてますね。このシーモアの3番っていうのやると、お、なんかぴったり合うけど、ずれてるけど大丈夫かな。残念ですね。あのここを少し出っ張ってるんで、このスライドと干渉しちゃって、スライドを少し削らないと無理ですね。ここちょっと削ればぴったり入りそう。でもまあさすがにやめときますね。他の穴はねバッチリなんですけど、残念。スライドストップ右側にもあるんですね。よっと、ちょっと硬い。トリガーガードからのトリガー、トリガープル、ここまで柔らかくて、あ、割と軽いかも。トリガープル、ここまで軽くて、はい、トリガープルいきますね。1210g でした。マガジンキャッチボタン、ちょっと大きくてあんまり出っ張りもないですね。マガジンキャッチボタンを押すとマガジンは自重で落下します。マガジン重いので勢いがありますね。グリップ見ます。このフィンガーチャンネルがないのがいいですね。前面チェッカリングで、横なんですけどちょっと広げられてますよね。でフラットで、ここでくぼみがある。で後ろランヤードリンクで、結構握るとグロック独特のこの角張りもあり、はい、いい感じです。通常分解、マガジン抜いて両側レバー下げてスライド前に外すと。フレーム軽いです。 184g でした。オップダイヤル、まあ軽い力で回っていいですね。リコイルスプリング抜きます。普通にずらせたら抜けると。でバレルを外すと、オープンわずかに出っ張ってます。スライドの内側で、スライドストップのところ、スライドは 98g でした。じゃあ組みますね。バレルを下から入れてリコイルスプリング入れますと。
方向はなさそうですね。でスライドを入れて、はい、これで OK です。じゃあガス入れますね。まずフォロワーの下のところ引っ掛けといて、はい、でこれ緩めといて、これそうか下から入れるんで完全に一回取らないと。付属の六角レンチで外すと、はい、ボンベを入れて蓋を回して入れていくと。あ、抵抗があったんでここでマガジンを上にしていきます。せーの。あ、割と漏れ少なくていいかも。 OK、 弾 0.2 でいきます。はい、これでいきます。エアガン競技 APS カップの的を 15m 先に置きました。楽しみですね。おお、いいですね。弾道も素直でキックがすごい CO2 ならではの激しくて俊敏なねリコイルはいいですね。横、まあ割と30素直に飛んでる感じでホップもいい感じですね。いやーいいですね。やっぱりCO2 ならではという感じです。うん、まあ、当然余裕を持ってホールドプーンもしましたね。はい、なんかそのねスライド壊れそうとかそういう爆発的な感じでもないし、割と安定して鋭いキックでなかなかいいなと思いました。ガスの消費量を計算すると1発あたり 0.13g、もし 10g ガスが入っていたとして76発撃てる計算です。初速を測ります。弾 0.2g、 77.21、 79.02、 78.17、 81.22、 79.61、 78.64、 79.76、 79.26、 77.52、78.04 でした。次2号でいきます。 71.46、 70.51、 71.08、 69.86、 70.64、 70.99、 69.41、 70.46、 68.4、 69.13 でした。発射音いきます。だいたい50センチ離して 95.4、真横 113.3、 銃口は 113.6 デシベルでした。やっぱり音大きいですね。スティールチャレンジをラウンドアバウト打ちます。いやーいいですね。トリガーも悪くないですし、やっぱこの俊敏なねリコイルガツガツくる感じが気持ちいいですね。エアガン競技 APS カップのブルーズアイ打ちます。いやーリコイルがビシビシきて楽しいですね。トリガーのキレも良くて良かったです。天満弾はなかなか抜けないです。だいたいセンター照準で 0.2g で撃ちました。まあここ狙う感じですかね。なんでまあドットを狙う感じで良かったかもしれないです。あとまあ私の癖かちょっと右側に行っちゃってるけど、かなりよく当たりますね。
ホープを見ますね。弾は 0.2g。 そのまま打つと、ちょっと上げますか。どっちだろう。とりあえず前の方に目いっぱい回しました。あ、ゼロでしたね。で、今度後ろの方に目いっぱい回します。これでいいかな。おお、結構上がりますね。ちょっとここら辺ね、スライド外さなくてもできる丸井さんの J5 とかの方がホップ調整は楽かも。まだ強い。お、まあ、これぐらいが当てやすいんでこれでいきます。次2号でいきます。そのまま打つとやっぱり下がりますね。ではマックスにします。よいしょ。ちょっと上がる感じですね。ちょっと弱めますね。あ、もうガスないかも。ああ、やっぱりガスが弱かっただけでホップは結構いきますね。よいしょ。最後のちょっとパワーが弱ってたみたい。じゃあ結構、あ、違う、逆か。はい。もうちょい。いいですね。これでいきます。なんかちょっと冷えてきたのかもしれないですね。CO2 のグロック 17J5 良かったですね。まあ、以前にもね、丸井さんの J5 ですとかいろいろなグロックやってますので、ぜひ他もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。